伊藤哲郎は、日本の警察官僚、第12代内閣危機管理官、第85代警視総監を歴任。福岡県八女市出身。福岡県立加古高等学校校長を務めた、伊藤朝尾の子息。1964年、福岡県立加古高等学校に入学し、1、学期まで在校後、福岡県立周遊館高等学校へ転校。 1972年、東京大学法学部を卒業し警察庁入庁。同期に安藤隆春警察庁長官、中村正則関東管区警察局長など。入庁後は、主に警備警察、外事警察の分野を歩み、千葉県警警備部長、石川県警本部長、警視庁警備部長、千葉県警本部長、部長工業警察本部長、 警察庁生活安全局長、警察大学校長などを歴任し、2006年1月19日から2007年8月6日まで、警視総監を務めた。また1983年から4年間、外務省に出向し、在香港総領事官領事を務めている。警視総監退任後、日本道路交通情報センター理事長を務めた後、2008年5月、 福田康夫内閣において内閣危機管理官に就任。福田康夫内閣及び麻生太郎内閣、さらには2009年の自由民主党から民主党への政権交代を経た後も、鳩山幸夫内閣、菅直人内閣、野田義彦内閣の歴代5つの内閣において内閣危機管理官を務めた後、2011年12月内閣危機管理官退任と同時に、 内閣官房参与に就任。内閣官房参与として2011年から2012年の年末年始において引き続き北朝鮮情勢の対応に当たった後、2012年1月内閣官房参与を退任。ありがとうございます。